2人がほら今どういう状況なのか。でもね、こういう受験生多いと思う。それちょっとやっぱり、うん、戻った方がいいと思われます。ルートがあっても肝心のやるのって受験生なんですよ。で始まりました。もてっしゃね。さあ今回は、はい、平田ズヤ。どうも、早稲田学塾代表の平田です。よろしくお願いします。はい、そして和子です。横山です。はい、ユーロ何も喋んないけど、はい、ユーロ、わかりました。まあまあ前回ですね、平田さんがベラ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 喋ってたんで、もう時間がやばいんですけど、うん、相当。そんな中今回ちょっとね、2人がほら今どういう状況なのか。横山は予備校を通うって言ってたけど、結局通ってないから、うん、2人とも独学なんですよ。だから困ったと、うん、独学で早稲田って。別に塾入るとかじゃないんですが、ちょっとこんな勉強してますっていうのを聞いて、いやこれからこうしなさいみたいなのをちょっとね話し合ってください。うーん、まあ森鉄イングリッシュチャンネルだし、英語の話をしよっか。何やってるか、ね、うん、英語何やってるか。和子がねびっくりしたのがさ、はいはい、なんか構文やってたよね。英文を読んだ方がいいかなって、聞けるけど読めないなっていう、リスニングできる自覚があったので、はい、読んだ方がいいかなと思って、なんか毎日読もうって思って、文法の前に読み物を始めちゃった。読み物じゃない、読み物、うん、だって基礎100みたいなやつでしょ。ルールズあれはもう長文だよね。そう、ああもう完全な長文の方から言ってたのね。いやだからさ、すごかったの、質問がすごい。俺に送ってくる質問かみたいな。関係副詞って副詞のはずなのに、なんで括弧が形容詞の括弧なんですかって副詞って書いてあるのみたいな。でもまあまあってことも、だから説も分かってない、説すら知らないっていう状況だよね。でも今文法に、そうそう、だから文法をやってって言ったらね、形容詞説と中で副詞の役割してるのに全く意味が違うからねっていうのであったんですが、いやその通りだと思います。でもね、こういう受験生多いと思う。やっぱ手っ取り早く点取れるようになりたいし、ダイレクトに点につながることをやっぱやりたいんですよ。だから長文やるんだけど、結局あれってね、非常にこうレベルが高いことなので、長文読解で問題を解いていくっていうのは。でよくまあ英語をやる上で、まあ、単語とかの語彙って大事なのは分かると思うんだけど、文法ってなんか文法問題出ないから文法はいらねえとかいう方いらっしゃるんだけど、あれね、文法っていう名がついてるんだけど、もうちょっとね名前変えた方がいいと思う。僕英語って言った方がいいと思うんですよね。あの英文法っていう切り口から英語を理解しているっていうだけなので、文法問題が出るどうこうじゃなくて、もう英語の理解みたいな、なんかそういった名前とかでいいと思うんですよね。まあ、文法やんないと構文も取れないし、でまあこれ関先生なんかもよくおっしゃってるけど、木を見て森を見ずの前に、まあ、木を見て木を見ようと、一文ちゃんと読めるようになろうぜっていうのは、これもその通りなんで、でまあ一文を早く正確に読めるようになっていく中で、その後に長文読解っていうのがやっぱり結果的に出てくるから、一文読解はじゃあ何が元になってるかっていうと文法だよねっていう話なので、まずね語彙と文法を頑張った方がいいんじゃないかなと思いますよ。結構苦手なんであればね、うん、で何をやってるの。大岩の一番初めの英文法と、うん、でシスタン、はい、をやってるわけですね、はい、自分はストック4500と、はい、ポラリス英文法。あー、ポラリス英文法ね、うん、はいはいはい。結構横山くんは英語ってどんなもんですか、自信のほどは。全然ないです。全然ないか。だから最後までね、なんか伸びってなかったよね。うん、あのね、これまあポラリスはレベルは、まあ、3やってるっす。レベル3やってるの、苦手なのに。それちょっとやっぱり、うん、戻った方がいいと思われます。ちなみに白と黒どっちですか。白の方のレベル3、はい、うん、別です。確かに関先生って、あの自分の志望校に合わせたポラリスをやろうぜとはおっしゃってるんだけど、とはいえ肝心の横山くん自身がじゃあ現在総計と戦えるコンディションにあるかっていうことがやっぱ前提条件になってくるんで、そのレベルに合わせてやるっていうのはって考えた時に、まあ英語が苦手なんであれば、わざわざそんなね切羽詰まった状況でもないし、3からやる必要性ないんじゃないですか。どう。いや、わかんないです。わかんない。あ、そういうことね。そう、なんかそう、3、うん、なんか自分の志望校に合ったやつをやり、あー、もう本当そういうことなのね。で、はいはい、3をやってた。解けんの。まあ、先に解説とか新英文法大全見てから問題取り組んでねみたいな感じだったんで、うん、わかんないのはちょくちょくあるかなみたいな、うん、で、答え見て、あのね、今の横山くんの状態ってボクシングジムに入るじゃないですか。で、ボクシングジムで練習するんですよ。で、いきなり亀田光輝とかと対戦させられるんですよね。試合に出ようって言って。そうじゃないの、ちょっとずつランカーを上げていくんですよね。だからまずはこう同じ地区の大会とかで優勝するところを目指した方がいいと思うから、新英文法大全やって結構いろんなことを分かろうとしてると思うんですけど、問題集のレベル感って下げてもいいんじゃないかなと思ってて、うん、で1、2はもうやってた。やってました。うん、これリスム1も2も終わってる状況。3はやったことなくて。でもそれってまた考えないといけないですよね。ポラリスのレベル1と2をやったのになぜ苦手なのかっていう、うん、
苦手の正体は文法じゃないと思ってるってこと？文法はなんかそんなに、うん、まあ前回の学習院のやつは取れなかったですけど、うん、まだまだですよ、もちろん。めっちゃ嫌いではないんですよ。多分わざわざレベル3をやった方がいいような時期ではなくて、でこれまあ見てる方にも言いたいけど、浪人生の成績をね手っ取り早く上げる方法って去年やってきたものの完成度を上げることだったりするんですよね。割とやり直してみると新しい発見とか、あるいはあの時見えてなかったものが今の余裕のある状況やメンタルのコンディションとかでやってみると意外と新しいものが見えてきたりとかって結構あったりするから、なんか俺は英文法大全やりながら去年やってきたもの、初めてやるものとさ、一回やったことがあるものをもう一回やるのって精神的なハードルも全然違うじゃないですか。だからやってみていいんじゃない、レベル1と2しっかり復習とかを徹底して。なんか1は、うん、そう3始める前にもう適当に番号を選んで、うん、解くみたいなやったら一応全部合ってたんで15問ぐらいやって、うん、なんかもう3でいいかなみたいな。うん、そこね結構もうちょっとこだわった方がいいです。さっきも言ったけど3やらないといけないような時期じゃないから。解釈は何やってたの？解釈は肘、ああドッカイのタブレーブこのあの紫色のやつね、必修編のやつをやってたわけ、はい、でドッカイは何言うの？ルールズ1って で2行ったら次肘のなんか上のレベルの、うん、難関大変やったの、うん、難関大変もやった、やった。そうなんだ。でも読めるようにはなんだ。うん、だからルート通りやって成績上がるんですけど、一個だけ盲点があって、要はルートがあっても肝心のやるのって受験生なんですよね。でその受験生の完成度がついてきてなかったら、これって味も分かんないのにご飯食べ続けてるだけなので、やっぱ味分かった方がいいですよね。どこが苦手だと思う？構文取れることはできる？構文は取れます。じゃあなぜ入ってこない？英語読んで、そうそう、意味が入ってこないってことでしょ、はい、そう、だからそれはねちゃんとできてないんだよね。そこの理由をちゃんと判明させなきゃいけない。単語が分かってないの、音読一切やってこなかったとかはあります。ああ、なるほどね。無視したんだね。あんなに音読を押してるのにさ。そうなんですよ。肘先生だって、関先生だって押してるのに。ああ、そういうことか。え、和子はやったの？前は何をやったの？去年私本当に勉強してないんですけど、高校時代に、あ、後ろ向かなくていいから。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。高校時代に英検2級は取って、うんうん、で、英検11級をどこかで取りたいなって思ってるんですけど、うん、それの勉強する時期が分かんなくて、それ聞きたいなと。なるほどね、英検11級。俺も取りたい、よければ。みんな取りたいですみたいな。まあ、多分ね、あれ、今度受けますって送ってたのは違うんだ。あ、でも10月、うん、2回目はなんか受けようかなっていう。ってことは3人とも、いやもう1人も取れるとなんか有利になるって聞いて。ってことは3人とも11受けるんだ。受けるの？受けます。4人とも受けるわ、はい、みんな順位受けたがるんだね、うん、まあ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 、そうね、私立ではね、うん、まあ有利に働くことはありません。立教とかね、受けたかったらなるしね。そっか、どのレベルなのか分かんないから、聞こえるけど書けんのかっていう作文とかだ。2級は受かりましたよ。作文書けないと受かんないからさ、うん、単語の、なるほどね。じゃもしかしたら英検もやるかもしれないわけですね、うん、皆さん。だから英検は受験のやり方で言ってその間で取れるものなのか、だからちょっと別なのかっていう。それもそれです別ですね、別です。それリスニングと別になるの、ライティングが別。語彙力を上げてれば別にリーディングは勝手にできる。早慶はっかり簡単だから、だってリーディングなんて単語さえぶち込んどけば全然問題にならないけど、そのライティングとリスニング、うん、でまあ当然二次試験のスピーキングがまた別、うん、そこができるかはまたやらないといけないです、うん、まあその辺の実力も今度にマスターしたら分かりました。じゃあ簡単になんか国語と二次世界史をパパパッと入る、はい、現代文、現代文2人はどうなんですか？深く考えたことはなく、深く考えたことはない、うん、これだなと思った。これまでやってきた勉強の中で、多分それなりにやってきた中で、まあ去年ね、家族はやってなかったっていう話はしてくれたんだけど、横山くんなんかはどうですか？なんか問題解いてて丸の付き具合とか。まあなんかバラつきあるかなっていう。バラつきあるかなっていう感じか。あのね、現代文っていう科目ってね、やり方を教えます。読んで解くっていうね。それだけなんですよ。で、ただまあそれだけのことなんだけど、それがまあ難しかったりはするんですよね。で、まあとりあえずやってほしいものとしては、語彙力上げたいから、やっぱ漢字帳は絶対やった方がいいです。毎日3、40個ぐらいは必ずやること。漢字の読み書きができるっていうことと、それからその語句の意味がわかりますよっていうこと。これを通して、あの現代文の中に出てくる難しい言葉に対する免疫ができてくるから、難しい内容に対して。で、あとは、テーマ力ですね。現代文の入試問題って、要は作文の、まあ、大学の教授陣の親父たちが、ああ、これを今年は出してみようか、みたいな。
形でこう選ぶんですよね。でそういった親父たちが読む文章だから、要するにもうこの日本の学術者というかね、そういう知識層が読む本なんですよ。だから当然君らみたいな小僧や小娘が読む本とは世界観が違うんだよね。あの親父たちがどういう世界観でこういう論を論じているのかみたいなっていうのをやっぱ分かった方がいいので、なんか前提条件というか、だからテーマの本は必ずやった方がいいということ。でまあ、これと同時にあと読解ですよね。読み方とか解き方をやる本をやっていくっていう、まあ、この3つの軸があれば、まあ、成績は伸びていくんですけど、ここでねやっぱさっきの横山くんの話聞いていてやっぱりちょっと不安になったのが、特に読解系なんですけど、間違えた問題とか、あるいは三角だった問題ですね、記述問題とかで、それってどうしてますか？答え見て、うん、どうやって解くかのかを逆算してる。逆算してって感じね。まあ解説見て理解して、でなんか後日とかにもう一回こうどういう風に解いてたっけなみたいなことを思い出したりとかもしてみてますか？はい。でもう明日自分はこれ誰かに授業してもいいわよみたいな感じにはクオリティは作れてると。多分。多分実際にやってるわけじゃないから、まあ自信がどっかでないのはまあしょうがないと思うんだけど、まあそのレベル感があるんであればいい勉強法になってるかもしれないですね。現代文もそうだし古文もそうだし、あと英語なんかもそうなんですけど、読解系の問題の特徴として全く同じ問題出ないんですよ。だから社会とかってなんか復習頑張る人いるんだけど、国語とか英語の長文とかになってくると、なんか答え分かってるから復習する意味ってありますかみたいな感じで、なんか英語は語句だけ復習したりとか、国語は漢字だけ復習したりとか、なんか寂しいことになってるんだけど、違ってできなかった問題ができるようになるっていうことが成績が上がるっていうことなんですよ。特に読解系は知識じゃない分全く同じ問題出ないけど、全く同じような問題しか出ないです。アプローチ全く一緒なんで、ただそこに対する精度がやっぱりこう初見の問題になってくると、あの時みたいにいかなくなったりするんですよね。だから初見の問題が出てきてもあの時みたいにやれるっていうことが大事なので、だから間違えた問題、三角だった問題一つ一つをやっぱり自分がこうどんな風に解くんだったっけなっていうところを自分の中にどれだけこうしっかりとした経験として積み重ねられるかっていうところで、まあどっかでね初見の問題とチャンネルが合ってくるから、以前の動画でも言ったけど丁寧に勉強するっていうことをねやっぱり意識してほしいということですかね。はい、よかったんじゃないですか。じゃあまあ今後もね、何か悩んだことがあればバヒアさんに相談していくということで。お主が相談を受け私はちょっとなんでよなんでよ。はい、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。